今日のお題はサンデーだよ。日曜日のことね。今回はそっちじゃないよ。週刊少年の方でもないね。今回はデザートのサンデーについてやっていくよ。あのパフェとそっくりのやつね。実際にパフェとどう違うの？主な違いは発祥地かな。パフェはフランスのパルフェが日本で進化したもの。一方でサンデーはアメリカ発祥だよ。アメリカではクリームソーダが人気だったんだけど、キリスト教の安息日の日曜日に販売が中止されたんだ。そこで代わりにソーダじゃなくてソースをかけたサンデーが生まれたんだ。つまりサンデーは日曜日という意味なの。宗教上の理由でスペルがサンデーになってるけどね。ちなみに今の日本ではパフェとサンデーの明確な定義はないよ。そっくりというかほぼ同じだったんだね。